調べでは脱走した子供はその辺りにいるはずだ。見つけ出し保護してくれ。先日導入した検査機からのようだ。中では医療班のスタッフが研究員として働いているが、全員研究ブロックから隣の収容ブロックに退避させる。エメリヒ。でも大丈夫、放射性物質は漏れていない。汚染は広がらないよ。検査機を遮蔽すれば十分だ。それから研究員の誘導のために警備班を派遣した。結果はまた知らせる。